リーポパは1957年11月8日、生まれのアメリカ合衆国の音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア、ツアーマネージャー、ギタリスト。アメリカ合衆国入りの一周シカゴ生まれ、リーポープと表記することもある。リーは1985年、5人組ロックバンド、スラメン・ワッツーシスの結成メンバーとして、リードボーカルとリードギターを担当した。 1990年バンドは解散する。1990年 -1991 年にかけてバンドミニストリーのツアーミニストリー、インケースユーディドゥントフィールライクショーイングアップやキリングジョークのエクストレミティーズ、ダートバリアスリプレストエモーションズにサウンドエンジニアとして参加する。これをきっかけとして音楽プロデュースに興味を持ち1992年。 音楽プロデュース、レコーディングプロデュース業をスタートした。1993年、リーはエピック、ソニーレコーズからリリースされたリビングカラーのアルバム、ドレッドのレコーディング、ミキシングを担当した。以降ポップス、ロックを中心に楽曲制作、音楽プロデュース活動を行う。プロデュースしたバンドは、KMFDM、ファンクジャンキーズ、ファントムプラネット他、 2019年、リーは、日本のパンクバンドザボピープスのアルバム、Colors をプロデュースした。ありがとうございます。